貯金箱はなぜ豚の形？貯金箱には様々なものがある。100円玉で満杯にすると10万円貯まりますとか、500円玉だと100万円貯まりますとか。招き猫の貯金箱もある。お金を招いてどんどん貯金ができるらしい。豚の形をした貯金箱もよく見かける。でもどうして豚の形になっているのだろう。貯金箱が豚の形になった理由は諸説あるようだ。例えば繁栄の象徴としての貯金箱。豚は一度の出産で10匹ほどの子豚を産むことから、中国やヨーロッパでは古くから縁起物として親しまれてきました。だからそのためお金もどんどん増えていくというイメージができて、貯金箱に豚の形が使われるようになったと考えられます。他に豚は肉や皮だけでなく、血や骨まで余すことなく利用できる動物です。そのため無駄遣いを避けられると考えられた。無駄がないのですから、貯金箱にふさわしいモチーフと豚の形になった。また勘違いから生まれたという説もあります。昔ヨーロッパにはピッグと呼ばれる良質な土で作られた粘土がありました。あるイギリスの職人がピッグの貯金箱を作るように依頼されたところ、間違えてピッグ、つまり豚の貯金箱を作ってしまったのです。これが意外にも大評判で、すぐに人気が広まったという説です。貯金箱が豚になったのは一つの説が正しいのではなく、いくつかの理由が複合的に作用し、貯金箱は豚の形として定着したとも考えられます。なお日本では戦後に銀行で口座を開くともらうことができたブーちゃん貯金箱の影響で、貯金箱イコール豚というイメージが強く定着したと言われています。何がいいとか悪いとかではありません。貯金箱の目的は貯金箱の中身が目標金額になることです。はじめは貯金できても目標額になっていないのに、やむなく途中で中身を取り出すことは多いものです。はじめはちゃんとできても3日で挫折することがあります。まるで日記帳のように、日記帳イコール貯金箱ですね。